日本兵庫県宝塚市、池津市宝塚市消防本部岩室神社伊津市は、兵庫県宝塚市の向山山六向川湾の地名。行政地名としては、大技の部分と町名としての1から4丁目を有し、両者は分断されている。平成21年9月末現在の住民基本台帳人口は1から4丁目が、世帯数2245。 人口5070内男二千三百六十五女二千七百五大和在決氏が、世帯数一人口一三代実録上元元年十二月二十二日上、摂津州、茂野阿尊貞田の卒伝に、延暦十七年に、磯子新を改めて、茂の宿根を、玉物布とあり、古代氏族、磯子新ゆかりの地と言われる。式内社岩島名神社はこの地にある。 岩し図神社であると、御吉氏には記され、当地ではそう信じられており、磯市心は、同神社のある当地の士族と、宝塚市氏には推定されている。しかし、説明書図では、岩島豆神社は、広田中村にあるとされている。地名の由来はこれによると考えられているものの、伊藤市とも書き、地名の変遷は定かではない。多くに正美は、 二川と向こう側の合流地点で向こう側が大きく湾曲する場所に当たっているため上流から流れてきた石が多く堆積し、採算水害に悩まされてきた事実と磯が海岸だけでなく石の多い地形を指すこともあることから自然地名が語源かとも考えるが定かではないとしている。中世には遺血思想という小園名が見え、文紀2年12月13日付回ターン徳永島。 連勝売り渡市上案には在東市庄内とあり、省園内の池津市次郎西門の先祖総伝の屋敷、一所が売却されている。江戸時代から明治22年までは池津志村として向こう軍に属した。はじめ幕府領で、玄羅3年に天ヶ崎半領、宝永8年に再び幕府領となり、文政11年から再び天ヶ崎半領。村高は玄羅三年。 摂津一国交互改め町では、磯志村として143国余り、天保校長、急行給料取調べ町では共に249国余り。明治三年村明細町では、端物41町発端余り、約数54、人数270、寺院は、浄土修法聖寺、宇治神は縁起式内社員和室つさ団村。 明治22年の町村政実施に伴い両元村の大技となった。明治24年の個数83、人口は男209、女206、寺一。明治20年から北西部に温泉が改良し、温泉旅館街として発展し、大正4年に大技宝塚として分離した。昭和29年、両元村が宝塚町と合併し、 宝塚市となるに伴い同市に属す。一部が昭和41年に、向山一から二丁目、池津市一から四丁目、南口一から二丁目、中洲一から二丁目、坂瀬川一から二丁目、末広町、東洋町、昭和43年に、樹落草、宝生園、昭和48年向山一から二丁目、紅葉が9、長寿が9、月見山一から二丁目、 昭和50年に光が球となる。町名としての池津市の昭和45年時点の世帯数1316、人口5084。池津市、小林、倉人の三家村が向こう側から取水するおつどいがあって、水害で再三壊れ修復規模をめぐって、周囲の村々と紛争になった。おつどいは現在になっても使用されている。坂瀬川の水を使った。 水車業が多村に先駆けて起こり、第二次大戦中火災で消失するまで200年にわたり、所有者を変えながら、油絞りや、販売や、酒造米の米付きなどに使用され、周辺の村が水車を新設する際には、池津市の水車に支障を来さないことが許可の条件の一つとなるほど力を持った。西宮から中山寺への街道沿いにあり、 橋のなかった向こう側には、私船が行き来した。文政5年には、小浜塾の菊や、中山寺村の若えビスやらが、それまでの私やいた橋が貧弱として改良し、無料開放したが短期間で行き詰まった。近代になっても橋はかからず明治40年に、天ヶ崎の造船業者によって新調されず、大正7から8年頃増水で流されるまで続いた。ありがとうございます。